皆さんこんばんは。ババロアの館へようこそ。ミンです。ベアなんかね、何度も何度も戻ってきてしまうぬいぐるみの話みたいな感じらしいので、ちょっとやっていこうと思います。スタート。手放したくても手放せない品というものがある。例えばそれは捨てがたい思い出の品、例えばそれは様々な事情によって手放すことが叶わない品。前者ならばいい。結局のところ、それは決断力の問題であって、手放そうと思えば、いつでも手放すことは可能である。問題は後者だ。例えば、捨てても捨てても手元に戻ってくる何か。持っているだけでも厄災を呼び、たらい回しにした先々に不幸が起こる何か。ちょっと噛んだね。叶うのであれば、お金を払ってでも手放したい。そういった思いを抱えながら、いわくつきの品を抱えている人間というのは、しばしば存在するものだ。これは、私がそんな品々の処分代行を始めて、間もない頃の話である。セーブしたいね。セーブってあるもん、ここに。祖母の遺品を整理していた時に、見つけたんです。こんな汚らしいもの、最初から気味が悪いと思っていました。どうして祖母がこんなものを持っていたのかはわかりません。遺品の引き取り手なんて私以外にもいませんでしたし、薄情なようですが、すぐに廃棄物として仕分けました。でも、翌日には手元に戻ってきていたんです。それからです。毎晩毎晩、家のどこかでぼやが起こって、すぐに気がつきました。祖母の死はこれが原因だったんだと。もう耐えられないんです。処遇はお任せします。ただもう二度と私が関わらずに済むのであれば、どうかお願いします。これはセーブするってことは何か起きんのかな？その日、いわくつきの品を持ち込んだ女性は、憔悴しきった様子で終始視線を落としていた。セーブ。差し出された箱は、胸に抱えられるほどの大きさで、持ち上げてみれば程よい重量感がある。かわいいクマさんだけどね。箱の中にはボロボロのクマのぬいぐるみが収められていた。何に汚れって書いてあんの？やばいよ、漢字に弱いのバレちゃうよ。なんとかに汚れ、綿が飛び出し、右目には不似合いな包帯。包帯の周囲にあるシミ汚れや部分的に色の違う刺繍糸など、あ、ってことはさ、でも何回か修復してるってことじゃんね。観察を重ねるほど、ボロボロと思わせる要素の一つ一つが見えてくる。おそらくは手作りではなく、既製品のぬいぐるみであろう。片方の部分には、ちょうどタグが外れたような縫い跡が残っている。色も細さも違う刺繍糸は、後から手が加えられたものだろうか。そんなぬいぐるみが収められていた箱の底には、いわくつきを示すように、古びたお札が敷き詰められていた。おお。このぬいぐるみを今後どう扱っていくべきか。引き受けたのは処分であるが、いわくつきの実態をつかまないことにはその実行も難しい。実態とはすなわち、その品の周囲で何が起こるのか。そしてなぜそうなるに至ったのか。重要なのはこの2点である。翌日には手元に戻ってきていたんです。毎晩毎晩、家のどこかでぼやが起こって。かわいい。私は依頼主の言葉を思い出し、ぬいぐるみと静かに向かい合った。捨てても手元に戻り、家の中ではぼやが起こる。ぬいぐるみの持ち主であった彼女の祖母は、火事で亡くなっている。その品の周囲で何が起こるのか。この点はおおよそつかめていると言ってもいいが、私はまだ実際のところを目にしたわけではない。いずれにせよ、まずは様子を見るほかないだろう。私はぬいぐるみの目を見て、今日からここが君の家だ、とだけ語りかけた。ことが起こったのは真夜中のことだ。起こったんだ。火事になったんだ。おお、かわいいアップ。焦げた匂いに目が覚める。薄暗い部屋の中、テーブルの近くから一筋の煙が上がっていた。
近づいて原因を確認してみれば、煙の元には火のついたタバコが転がっている。眠る前にタバコに火をつけた覚えはない。タバコを吸うクマか。私はすぐさま適当なグラスに水を汲むと、煙の上に中身をひっくり返した。お、消えてるね。焦げ跡とか一切ねえじゃん。火が消えてしまえば、薄暗い部屋には煙たい空気と焦げついた布だけが残る。いや、焦げてねえってここ。私は換気扇を回してから、室内をぐるりと見回した。そして、ようやく気がついた。就寝前、テーブルの上に置いていたはずのぬいぐるみが、いつの間にやら枕元に腰掛けているのだ。くたりとうつむいたぬいぐるみは、暗闇の中で沈黙を貫いていた。ぬいぐるみを引き取った翌日、降り続く雨を横目に、火事とぬいぐるみで関連事項を調べてみた。火事で汚れてしまったぬいぐるみの修繕は、火事から持ち出したぬいぐるみが、ぬいぐるみを取りに引き返すことによる二次被害が、いわくつきのぬいぐるみに該当するような記事は見当たらない。所持すると火事が起こるぬいぐるみというのは、少なくともメジャーな代物ではないようだ。だろうね。はははは。いや、可愛いんだよな、絵が。私はぬいぐるみと向かい合い、火を思わせるすす汚れを見つめた。これ、すすか。火、火事。昨夜は以前の持ち主である女性が言った通りのぼやを確かに確認することができた。捨てても戻ってくるというのは懸念事項でもあったが、少なくとも一晩のうちに依頼主の元へと戻ってしまうという事態は避けられたようだ。あくまでも私を新しい持ち主として認識してくれたということだろうか。だとすれば、テーブルから枕元という微妙な移動距離も手元に戻ってくるの一環なのかもしれない。これで聞きを読んでいた現象については確認が済んだわけだが、それよりも気にかかるのは昨晩見た夢についてだ。夢の内容は曖昧だが、このぬいぐるみにまつわる何かを見たような気がするのだ。確か、そうだ、首元から大きく綿が飛び出した姿、この姿だね。これに関しては、ぬいぐるみの現状と共通するものではある。私は、ふと思い立って、裁縫箱を手繰り寄せると、ほつれた部分の修繕を試みた。お、綺麗になってる。不器用ながらに、どうにか飛び出た綿を押し戻すことには成功した。汚れは根強く残っているが、綿が内側に収まっただけでも、随分と状態が良くなったように思える。すげえな、うまいなぁ。その日は、ぬいぐるみを枕元に置いたまま夜を迎えた。え、どうしたの？パチパチと何かが弾けるような音で目が覚める。はっとして起き上がると、音の原因はすぐに目についた。ここかな？ベッドサイドのコンセントプラグからパチパチと火花が上がっていたのだ。手を伸ばすのは危険だと判断して、ブレーカーを落としに立ち上がる。暗闇で弾けていた火が消えると、屋内にはより一層の暗闇と静寂が訪れる。私は窓の外のほのかな光を頼りに、そっとコンセントプラグに手を伸ばした。熱を持ったコードを抜き取って、一息つく。ゆっくりとベッドを見上げると、就寝前と変わらずに座り込んだぬいぐるみは、ただ沈黙を貫いていた。ぬいぐるみを引き取ってから3日目。私はふと昨夜の夢を思い出して、ぬいぐるみを拾い上げた。うん、綺麗なまんまだよね。包帯をめくり上げると、右目の付近には赤いシミがべったりと広がっている。どうにか汚れを落とすことはできないだろうか。私は携帯を取り出して、ぬいぐるみの洗い方を調べることにした。連日の雨による乾燥の困難を考慮し、洗浄は表面だけの控えめなものにとどめる。そのせいか、染みついた赤い汚れを完全に落とすことはできなかった。とはいえ、すす汚れの方はきれいに落ちている。くすんでいた包帯も一緒に洗ってしまえば、引き取った当初よりもぬいぐるみの見てくれは随分と良くなった。一仕事を終えてから改めてぬいぐるみと向かい合う。2夜連続で起こったぼや騒ぎは、おそらく今後も続くのだろう。
となれば、次なる問題は、なぜそうなるに至ったのかである。生き物の形をした物品には、どうしても何かが入り込みやすい。おそらく、このぬいぐるみもその例に漏れないのだろうが、問題はその中身の正体だ。例えば、火事で亡くなった何者かの亡霊。例えば、呪い事によって詰め込まれた怪異の類。そこに悪意が存在するのであれば、危険性は計り知れない。正しく見極めなければ。真夜中に見る夢は、きっと正体を紐解く鍵となるはずだ。私は、熊のぬいぐるみをひとなでして、その日も静かに夜を迎えた。おお、どうしたどうした、なんだ今の。ゴーゴーとした音が耳をかすめ、ベッドから跳ね起きる。ここか。キッチンの光に目を凝らすと、ガスコンロの火がついていた。私はいつも以上の危機感に跳ねる心臓を押さえつけ、ガス栓を閉めに立ち上がった。燃焼音がうせ、屋内は静寂に包まれる。コンロからの出火ともなると、一歩間違えば即刻の大惨事だ。大事になる前に気がつけてよかったと、心底から思う。こんなことが連日続くのだ。以前の持ち主の憔悴も相当のものであっただろう。そんな心を知ってか知らずか、枕元では相変わらず、熊のぬいぐるみが沈黙を貫いている。4日目。このぬいぐるみについても、少しでも情報が得られないかと、熊、ぬいぐるみで画像を検索してみる。途方もない作業だということは分かっていたが、やはり同じ種類のぬいぐるみは簡単には見つからない。私はしばらく悩んだ後、可能な限りのぬいぐるみの特徴を書き出し、情報提供を求めることにした。特徴を記載するため、ぬいぐるみをじーっと観察しながら昨夜のことを思い出す。火事の夢と危険な出火現象。悪化している状況を考えると、少し距離を置いてみるべきだろうか。その日の夜は、熊のぬいぐるみを窓辺に移動させて眠ることにした。おっと！その夜は、雨に打たれるぬいぐるみの夢を見た。やんわりと浮上した意識の向こうでは、夢の延長線上を歩くように、雨の音が響き続けている。わずかに吹き込む風を感じて目が覚めた。と同時に雨音が現実のものだと理解して声のする方向に目を向けた。熊さんここにいるね。ぬいぐるみが寄りかかっていたはずの窓が開いている。吹き込む雨風に押されたのか、ぬいぐるみは床の上に転がり、雨水でぐっしょりと濡れそぼっていた。窓を閉め、ぬいぐるみを拾い上げる。うわぁ、また元に戻ってる。修繕した箇所からは綿が飛び出し、落としたはずのすす汚れが布にこびりついている。ぐるりと部屋を見回してみるが、今回はどこにも火の気がない。その代わりとでも言うように、ぬいぐるみは最初の状態へと逆戻りである。5日目。一晩かけて修繕と乾燥を終え、ぬいぐるみと向き合う。向かい合うだったね。昨晩は戸締まりをしていたはずの窓が開くという現象の変化に見舞われた。ぬいぐるみを窓辺に置いて、夜を迎えたことが原因だろうか。連日のぼやに比べれば、屋内に雨が吹き込む程度のことには、直接的な生命の危機は感じない。そもそも、こうしてぬいぐるみを前にしてみても、害異自体を感じないのだ。タバコの火も、コンセントプラグの火花も、コンロからの出火も、それぞれが夜中の一度きり。一度夢から目覚めた後には、二度目の現象は起こらない。そうだ、どれもこれも、いつだって眠りに落ちたその後に。寝たふりしてればいい？君は、ずーっと怖い夢を見ているのかな？不可思議な現象は夜に起こる。現象に気づく直前、私はいつだってこのぬいぐるみの夢を見ていた。まるで
枕元から溶け出るように。夢の中では淡々と何かの断片がちらついた。そこには誰の恨み事もない。ただこのぬいぐるみの状態に理由を添えるかのように、なぜそうなるに至ったのかを思い出すかのように、記憶をたどるような夢を見る。そして夢は連日の日に、吹き込む雨に、ぬいぐるみの姿そのものに染み出していく。大丈夫、何度でも直してあげるよ。ちゃんとそばにいるから安心してお休み。ちょっといい人。このぬいぐるみはきっともうずーっと長い間怖い夢を見続けている。その推測が真に正当であるかはわからない。それでも悪い夢を見る子供にそうするように少しでも届けばいいと、私は真っ黒な目に何度も語りかけた。泣いてる子がいる。連日の異変に体が順応し始めているのか、真夜中に自然と目が覚めた。そばに置き直したぬいぐるみに変化はない。ぐるりと屋内に意識を向けてみるが、こちらも特に異変はないようだった。私はそっと肩の力を抜き、夜の闇に再び目を閉じた。6日目。一つの分野に精通した人物というのは、どこにでも存在するものだ。私は以前にぬいぐるみの情報を求めて書き込みを残していた掲示板を覗き、寄せられていた情報に目を瞬かせた。ファミリーシリーズブラザーベア。パッケージの画像とともに載せられていた情報によれば、どうやら10年ほど前に売り出された製品であるらしい。箱から取り出したらリボンを巻いて名前をつける。新しい弟、妹を迎え入れるというテーマで売り出されたのだというぬいぐるみには、付属のリボンがついているようだ。テディベアはリボンを結んで名前をつけてあげた日が誕生日。いつかどこかで聞いたような話が脳裏をよぎり、私はぬいぐるみを振り返る。その姿は確かに寄せられた画像と酷似している。しかし首元に付属のリボンは見当たらない。人の手を点々とする間にどこかでなくしてしまったのかもしれない。何にせよ、ぬいぐるみが最初の持ち主の手に渡った時期は、ここ10年間に限定される。私は丸1日かけて10年間の火事に関する記事を読み漁った。すごいね、この人、行動力が半端ない。おっと。あ、なんかこぼしてるね。血じゃなかったんだ。今日もまた何も起こらない静かな夜だ。7日目。ぬいぐるみは穏やかな時を夢に見ることができたのだろうか。大丈夫と語りかけたことが功を奏したのであればいい。私はぬいぐるみにおはようと声をかけ、朝を迎えた。その日、ぬいぐるみが収められていた箱の中に、寺院名の記載されているお札が紛れていることに気がついた。私はその一枚から連絡先を探し出し、早速連絡をつけてみる。ぬいぐるみの特徴と火事を引き起こすという現象。この2点に該当する相談ごとの記憶がないかを尋ねてみれば、おそらくはこれだろうという情報が手に入った。いわく相談者は姪の遺品だと言って、そのぬいぐるみを寺院まで持ち込んだそうだ。あ、じゃああのちっちゃい女の子死んじゃったのかな。手元に戻ってくる、ぼや騒ぎが起こるというのは当時からの現象であったそうで、一度は別の寺院にぬいぐるみを預けたこともあったらしい。しかしながら、お堂に収めておいたはずのぬいぐるみは翌朝には相談者の手元に戻っていたのだという。姪の遺品、それがどの時点でのぬいぐるみの持ち主の話なのかはわからない。しかし、姪という言葉を聞いて、私の頭に浮かぶのは、夢の中で見た幼い少女の姿だ。このぬいぐるみにとって、強烈な思い出なのであろう少女。あの子も、もう亡くなっているのだろうか。これか。
あ、燃えてる燃えてる。暑い。この二日ほどの穏やかな夜とは打って変わり、強い不快感によって目が覚める。うわ、やばいじゃん、家の中燃えてる。まぶたを押し上げた直後、私は真っ赤な炎に包まれた部屋を目の当たりにした。飛び起きて、枕元のぬいぐるみを捕まえる。そのまま窓の外へと飛び出すまでに迷いなんてものはなかった。投げ捨てた。濡れた地面に転がり落ちる。一瞬、白昼夢のようなものを見た意識が緩やかに現実へと引き戻された。勢いよく飛び出したせいで、ぬいぐるみが手を離れてしまったらしい。数十センチの距離に放り出されたぬいぐるみは、ぐっしょりと濡れそぼり、真っ黒な目でこちらを見つめている。あ、なんか泣いてるように見える。と、目の前の光景に似た何かが脳裏にちらつく。私はしばらくの間、ぬいぐるみの目と見つめ合った。ようやくこのぬいぐるみが、苛まれてきた悪夢を理解できた気がする。どうか、どうか。君を取りに戻って、君の家族は亡くなってしまったんだね。動けない君には、何一つとしてどうしようもなかった。それでも、ああ、とても辛いことだったね。ぬいぐるみを拾い上げて、今しがた飛び出した家を振り返る。部屋いっぱいに広がっていたはずの炎は、跡形もなく消えていた。君のように深く大事にされたものにほど命が宿る。生き物の形にはあらゆるものが入り込みやすいとは言うけれど、君は紛れもなく君自身であったんだね。命にはね、心が宿る。そして傷ついた心は時に悪い夢を見る。君はずっと君に深い傷を与えた時間を夢に見続けているんだろう。声を持たない君の心を私はただ推し量ることしかできないけれど、それでもきっと辛く寂しい日々だったんだろう。ぬいぐるみはきっと誰かのそばにいたかったのだろう。それでも夜が来るたびに悪夢は続き、現実に溶け出した夢は時に多くを傷つけた。かつての持ち主たちは紛れもない悪夢の犠牲者だ。家族を失った遺品の苦しみ。決してこのぬいぐるみが悪いわけではない。それでもこの子が原因であることに間違いもないのだろう。なあ君、そろそろ終わりにしないかい？君も毎晩の悪夢は苦しいだろう。一度だけ頑張ってくれるのなら、最後まで見送ると約束するから。微動だにしない布の塊に一晩かけて語りかける。真っ黒な目はただただ沈黙を貫いていた。雨上がりの境内にはまだ湿った土の匂いが立ち込めている。細やかな砂利を踏みしめて、私は人形供養祭と記された看板の前に足を止めた。長机の上に置かれた受付用紙に文字を書き込み、ぬいぐるみを抱え直して奥へと進む。会場にはすでに数十体の人形やぬいぐるみが並べられている。所狭しと飾られた彼らの間に持ち込んだぬいぐるみを座らせた。私はその場に膝を折って無言のぬいぐるみと向かい合う。これから君を包む炎は怖いものではないよ。確かに火は簡単に多くのものを奪い去ってしまうけれど、その分君が悪い夢に苛まれるこの先の時間だって焼き尽くしてくれる。だからそれまで穏やかな夢を見て待つといい。いい夢を見るコツはね、楽しいことを思い浮かべながら眠ることだ。だからこれはおまじないだね。君の魂が煙に乗って空へ届くまで、その旅路で今度こそ良い夢が見れるように。こんなものしか用意できなかったけれど、どうだろう。
これで君が生まれた日を思い出せやしないかい？テディベアはリボンを巻いて名前をつけてあげた日が誕生日。君にもその日があったはずだ。あの女の子か、その父親か、あの親子が君を迎え入れた日。君にあの赤いリボンを巻いて名前をつけてくれた日。その日を思って眠ってごらん。きっといい夢が見られるさ。約束した通り、最後まで見守っているから。最後にぬいぐるみをひとなでして距離を置く。首元に緑色のリボンを結んだ熊のぬいぐるみは変わらぬ沈黙でこちらを見つめ続けている。それからほどなくすると松明を手にした宮司がやってきた。やがて人形供養の儀式が厳かに執り行われる。終わった。燃えているね。大切にされたものにほど心が宿る。傷ついた心は時に悪い夢を見る。人の手によって作り出されたものの多くは自らの意志で終わることが叶わない。愛されたものほど、心を宿したものほど、人の手で終わりを与えてやるべき時がある。うわ、めっちゃいいお話だった。私が死んだ時、ババロは一緒に棺の中に入れてもらおうと決めました。Thank you for playing. いや、こちらこそありがとうございました。めちゃめちゃ感動するお話だった。はい、ということで、まさかね、こんなに感動するお話だとは思わなかったんですけれども、私がね、ちょっと寝起きで、あまりろれつも回ってなくて、声もね、あまりできてない状態で撮ったので、聞き苦しかったら申し訳ないんですけれども、最後までご視聴ありがとうございました。こんな感じでね、なんかいいお話系とかもね、やっていけたらなと思います。また次回他の動画でお会いできることを楽しみにしております。バイバイ。